意外と、いやなんか今日ちょっとテスターをもらったものがあって使ってみたんです。テスタートライアル、トライアル版みたいなリップ、今使ってるリップをもらって使ってみて、意外と薄付きなんだなって思って、いいね、普段使いに良さそう。はい、高岡薫です、よろしくお願いします。はい、というわけでね、ごめんなさい、今日は急遽なんですけど、ショールームをやっていきたいと思います。はい、ということで、最近はですね、ずっと探偵物語の稽古をしておりまして、昨日最終稽古がありました。はい、テロップ書いとこ。あ、土曜日に行きます。ありがとうございます。嬉しい。はい、というわけで、まあ、5月の22日から26日まで俳優座劇場にて上演されます。まあ、本日はねオフで、私はちょっともう朝からね、本番に向けていろいろやってました。そう、眉毛サロン行って美容室行ってきて、はい、髪の毛サラサラです。前髪はね切らなかったの。今回さ、今回の役的にちょっと前髪長い方が髪の毛セットしやすいからちょっと伸ばしてるの。そう、でも舞台終わったら多分切ります。私はねパッツンの方が好きなんで。そう、あ、でもこれなキャストさんにもね言われたんです、そういう髪型してると23歳に見えない、大人っぽく見えるって言われて、私大人っぽく見えるなんて初めて言われたからさ、今回そうびっくりしました。やった、そう久しぶりに前髪伸ばしてる。そう、まあでもそれもね本番終わるまでなんですけど、言うてもうすぐです、もうすぐ切ります、多分その予定でいる。まあ今日はね、そのまあ舞台の宣伝も兼ねてのんびり配信しようかなって思って、はい、思って今日急遽なんですけど配信を始めました。ありがとう、みんな来てくれて。まあ明日はね小屋入りで、ちょっとね初めての俳優座なのでドキドキですね。はい、ほこりが上から降ってきたけど、それが配信にちょっと乗っちゃった。ほこりって言ってもね、宙に舞う、たまにさ宙に
なんか舞うじゃん、よくわかんない白いの、あれです、あれはホコリっていうのかわかんないけど、それがああなんか落ちてきたなって思ったら配信に映ってた、ちょっと恥ずかしい。そう、私今すごいアイス食べたい欲があって、そう、まあ今っていうか今日なんかすごいアイス食べたいなって思って、まあ食べなかったんだけど別に、あのなんか本番ね、あのこの舞台、はい、あの探偵物語終わったらさ、なんか自分へのご褒美になんかしたいけど何すればいいかなもう分からんくってそうそう、どんな味のアイス？そうですね、なんだろう、特にはないかも。まあでもあれかな、バニラにチョコかかってるやつとかがいいかもしれない。それかセブンティーンアイスのクッキー&クリームとかかな、わかんないけど、あれはセブンティーンアイスで合ってたっけ、ちょっと名前合ってるかわかんない、あの自動販売機アイス、あのほら前にさ、あのツイッターにうんあげたんだけど、あのグリザイアで一緒だった泉ゆなちゃんと、あとアンダーの清水ゆりちゃんと3人であの沖縄料理店に行ったんですよ。なんかすごい稽古期間中になんか沖縄料理食べたいよねみたいな話をして、でなんかでその私とまあ清水ゆりちゃんがあの、まあ、ケロロ店行くってなって、じゃあその後まあその後沖縄料理店行こうよみたいな感じで、で泉ちゃんも入って3人で食べに行って、その日はあの沖縄料理店で食べた後あのコンビニで何買ったんだっけ、あれ名前が思い出せない、あ、やっぱそうだ、ジャイアントコーンを食べたんだ、初めてジャイアントコーン食べた、めっちゃ美味しかった、チョコナッツを初めて食べたんだけど美味しかったです。本当はね、私なんだっけ、ザ・クレープだったっけ、そうを食べてみたかったんだけど、それは売ってなくて、あなんか意外って思われるかもしれないけど、私ねあのスイーツというかアイスに関しては食わず嫌いマジで激しすぎて、あの昔はバニラ味のものとあのヨーロピアンシュガーコーン以外本当に食わず嫌いで食べなかったんですよマジで。あでもアイスの実はちょっと食べてたかな、でも本当にそのぐらい、まあもともとそんなにアイスをアイス食べない方だからさ、本当に年に10回もは絶対食べないです、今までの私だったら10回も食べないは嘘かもしれない、まあ、小学生ぐらいの頃はヨーロピアンシュガーコーンしか食べてなかったけど基本的に、うん、まあ、でも本当にここ数年は1年でアイス何回食べますって言われても、いやそんなにかもですねみたいな感じだったら、からあーね、そう同じカテゴリーとか関係ない、食わず嫌いは食わず嫌いない、いや本当にヨーロピアンシュガーコーン以外なかったっていうのもあるんだけど、なかったそんなことはない、いやでも興味がなかったっていうのもあるし本当に食べなかったから、そう私は本当に昔食わず嫌いすごすぎて
やばかったですね。うん、スイーツに関してはマジで食わず嫌いすごいからね。そうで、このそうザ・クレープを食べてみたかったけどそれはなくて、でジャイアントコーン食べて美味しかったんだよね。美味しそう。ほんと31のいろんな味食べられるようになったのここ2、3年は嘘だな。ここ4、5年ぐらいの話だからね。うん、本当にそれぐらい。マジでアイスはバニラだけです。はい、マジもうバニラ以外食べませんっていう人間だったから。そう、まあそうね、ちょっとね今日はちょっとアイス食べたくなっちゃうなっていう気分ではありました。まあ食べなかったんだけど。お気に入りのバニラアイスはありますか？特にないかも。バニラアイスだったら何でも好きだから特にないですね。うん、まあ今日はねちょっとアイス食べたくなったよっていうだけの話ですね。まあそうね、ほんと探偵物語の稽古終わっちゃってね、ちょっと早いなって思って。まあ本格的に参加したのが結構もう5月に入ってからだったからさ、まあそりゃあっという間かって思ったけど、まさかね最終稽古まで終わってしまうとはって思わなくて、そうそう、ちょっとね私は焦りを感じています、すごく。はい、怖いね。大丈夫かなって、もう毎回でもそう、私最終稽古が近づくに、最終稽古ってあるんですよ。まあ稽古って大体1ヶ月とかなんですけど、まあその稽古期間中の、まあ、一番最後の日を最終稽古ってね呼んでるんだけど、私は最終稽古が近づくにつれてもうどんどん不安になってくるタイプなので、そう、大丈夫なのかな私みたいな感じで、そうそう、私このままでいいんだろうかみたいな、めっちゃ不安なんだけどみたいな、みたいな感じ、もうどんどん不安になる、うわー終わっちゃったみたいなっていう感じのタイプですね私は。はい、うん、こんばんは。ちなみにあの見に行くよっていう方どれぐらいいらっしゃいますか？教えて、みんな、みんな教えて。不安でも寝れるタイプだと思います。ああ、まあ寝るの大事だからね、寝ないとあのマジで体調悪くなるから、それはもうね関係ないですね私の中では。まあでもあんまりにもなんか不安っていうかもう気持ちが沈みすぎて夜更かしすることはあります。昨日とかそうだった、正直正直昨日がそうだった。全然寝れなくて、寝れないっていうか全然さそのお風呂に行く気になれなくて、最終稽古終わって、あやばい最終稽古終わっちゃった、
あーとか思ってたらもう気がついたら11時半とかになってて、もうびっくりびっくりみたいなね。そう、まあ、22から26までありますえっと22と26以外は基本的に14時19時公演。あでもあれか、土曜日だけ18時なのかな、確かだいたいあの昼夜とあります。で22が19時のみで26が14時のみとなっております。まあ千秋楽がねありがたいことに座席が少なくなっております。まあ、大体どの回もなんか S 席と S 席があるんだけど、 S 席は結構残りわずかな回が ほとんどで、 A 席は結構残ってるよっていうのが、そうですね、平日がやっぱ多いですね。そう、配信はおそらく今回ないと思います。はい、多分ないと思うんだよね。まあでもここまで発表なかったらないと思う、多分。あったらごめんね、マジで。まあね、なんかまあ本当に遠方の方とかで、まあ、行けない結構難しいっていう方はもう本当にね、それは本当無理しないでくださいなんですけど、なんかあちょっと空いてるかもじゃないけどっていう方はぜひ見に来ていただきたいんですよね。そうそうなんですよ。そう、本当に次私を生で見れるのがいつかがわからないからさ、今の時点では。そう、何も発表されてないっていう時点で、発表されてない、発表されてるされてないだけで言うといつになるかわかんないからさ。そう、もしね本当にお時間があればぜひ見に来てほしいなって思うんですよ。本当になんかもうこればっかりはもう毎回毎回皆さんの力を、もう皆さんの力がほんと全てになってしまうので、そう、そう本当に皆さんのお力で私が今後みんなの目の前に現れるかどうかってめっちゃ決まるからさ。ってね、こういう話はあんまりしない方がいいと思うんだけど、私それ最近そればっかり考えちゃうからさ。そうそうなんですよ。でもだからって本当になんかもう体とか無理して来てほしいってわけでは全然ないので、本当にそう、いい女感ちょいちょいで出るな、本当にそれは嬉しい、ありがとうございます。前髪伸ばしてるからかな。ちなみに今日のマグカップはスヌーピーです。チャーリーブラウンが可愛くて買いました。
スヌーピーの黄色い鳥の名前が思い出せない。ウッドストックじゃない？違ったっけ？あ、合ってた。ウッドストックだ。でも結構その今回の舞台に関してはこれまで私が出演させていただいた作品とはまた全然違う系統なんですよね。多分っていうか、そう、まあ今回も私ね、ほぼ初めてのストレートなので、ストレート芝居っていうのがあるんだけど、そうなので、なんか本当にそれだけでも全然違うし、うん、あの別に探偵物語って皆さん、松田優作さんでしたっけの探偵物語じゃないんですよ。そう、あの原作がシドニー・キングスレーで合ってるよね。怖っ。合ってますね。のあの作品でして、そう、全くの別物なんです。今回あの舞台がもうアメリカなので、もう外国の話、まあ海外戯曲っていうのかな、なんですよ。そう、でも今回そう言われる方多かったですね。松田優作さんのやつじゃないのみたいな、違いますねっていう感じで、うん、全くね、全くの別物です。はい、今回はいつもと違う感じで確かに魅力的。いや本当に役柄、でもな、見に来てほしいけど、なんかもう自信なくなってきた急に自信なくなってきた。そう、本当に私はずっと、そう、幕上がるまでずっと自信ないから、自信ある時と自信ない時の差がね、分かりすぎてる本当に。ああ大丈夫かな、なんか不安になってきちゃった不安になってきちゃった。本当にずっと毎回こうです、基本的に。うん、毎回こう、大体不安。なんか声入り前の休日は大体不安になりますね。はあ、不安だそう、でも本当にね、なんか今回の作品もとても素敵でして、結構話、結構出てるシーンと出てないシーンみたいなとかもあって、ずっとね、なんかシーン稽古みたいな、今日はこのシーンやります、今日はこのシーンやりますみたいな感じで、呼ばれない時とかもあったんですよ。まあ、呼ばれないっていうか、稽古が、あのグリザイアがあっていけないがほとんどだったんだけど、なんか初めてなんかシーン全部通してみますみたいな時に、あ、皆さんこんな感じだったんだみたいなとか見てて、そう、なんかでもう途中からずっと通し稽古だったんだけど、なんかどんどんこのシーンめちゃめちゃ面白くなってきたなとか、なんかうわめちゃめちゃいいなみたいなとか、役者さんの本当演技にもう刺激を受けてて、あ、私も頑張ろうとか思って、まあそれでできてるのかどうかは全然わかんないんですけど、なんかずっと不安だけど、あのグリザイアの時はさ、結構同年代の子がいたから不安なんだよねとか話してたけど、今回
界はあんまりなんかこういう不安なんだよねとか、あの同年代の方がほとんどいらっしゃらないから、もうそれを打ち明けられる場がないからだと思う。だからここでめっちゃ不安なんだよねって言っちゃうんだと思います。そう、うん、それがでかいかもしれない。私結構環境に左右される人間だから。そうなんだよね。でも一人だけね、同い年の方いらっしゃって、それは結構びっくりしました。そう、私もう絶対同い年の方はいないと思ってたから、あ、一人いらっしゃるみたいな。そうそう、やばい、本当にやばいかもしれない。あ、早く明日になんないかな。ダメ、もう今日このままだと本当に私不安でしょうがない日を、日々を、うーんってなってしまうからね。ちょっと早く明日になんないかな。みんなに会えばね、多少変わると思うんだけどね、本当に。そう、なんか別のお話、あ、そうだ、じゃああの話しよう。あの以前探偵物語のキャストの皆さんで決起会を行いまして、その時にあのキャストさんがおでんを作ってくださったんですよ。であと他のキャストさんがあのドミノピザ買ってきてくださって、でまあそれ食べながらさ、いろいろお話をしてたんですけど、あのドミノピザが、あ、おでんの話はまた後ほどするんだけど、ドミノピザがめっちゃ美味しくて、っていうのもあのドミノピザ自体は食べたことあるんだよ、あるんだけど、まだその私がちょっと偏食気味の時はギガミートしかマジで食べなかったの。そう、ギガミートしか食べなかったんだけど、その今回ドミノピザさ、まあいろいろ買ってきてくださって、まあギガミートは確かなかったんだよね。ギガミートだったよねあれ。そう、なかったんだけど、まあでも今はもうあんまり偏食ないから、偏食っていうか食わず嫌いかがないから、いろいろ食べられるんだけど、その中でね、わ、これめっちゃ美味しいって思ったのがあってさ、それがね、あ、ギガミートあったよかった。マヨシュリンプも美味しかったんだけど、どこだっけ、見たら思い出すんだけど、どれだっけ、あれない、絶対あるはず、期間限定ものじゃないよね多分。これじゃないしな。いや、これじゃないと思うんだよね。あれ、どれだっけ。ごめんね、ちょっと見当たらない。あれ。いや、別にあれは期間限定ものじゃなかったよな。気がするんだけどな。あれ、どこ行ったんだろう。なんか明太子とお餅と、あ、あ、だっただ、明太マヨ餅だ。そう、これがめっちゃ美味しかったんだよね。そう、明太マヨ餅結構ハマりましたね。美味しかった。やっぱマヨソースっていいよね。そう、マヨシュリンプも結構良かったんだけど、明太マヨ餅美味しかったんだよね。これが感動しました。で、あとはそのおでんなんですけど、なんかそのおでん、そのキャストさんが作ってくださって、なんかだし、おでんのだしとほうじ茶を入れてるみたいで、めっちゃ美味しかったんですよね。で、あと感動したのが、おでんにその鶏皮が入ってたんですけど、それがめちゃめちゃ美味しくて、結構鶏皮食べました。あとソーセージ、私ソーセージ大好きだからさ、ソーセージも食べて、めっちゃ美味しかったんだよね。
そうすごいなんか給食用みたいなさ鍋、まあ、あれ金色かなのさ本当に大きい鍋にもう作ってくださって、なんか40人前ぐらいの、本当にあれすごかったね、マジで美味しかった。おでんの具は私基本的に何が好きですかって聞かれたらこんにゃくって答えるんだけど、こんにゃくって答えるっていうかこんにゃくですね、まあ、あと、まあ、卵も好きだけど何好きって言われてなんか割としっくりくる答えはこんにゃくだけど、鶏皮とソーセージばっか食べたね。こんにゃくはなかったんだよね多分、でも練り製品は入ってたからそれは食べて、あと肉団子も美味しかった。基本的にお肉ばっか。おでんなんてもうしばらく食べてないな。自分じゃ作んないもんね。あんま私鍋物というか煮物とか作んないから、私もう基本的に蒸すか焼くの二択だからさ、あんま煮物作んないから新鮮ですね。っていう感じです。あ、ソーセージはほとんど食べないです。はい、本当にほとんど食べないや。月に1回とかないな。なんか外食した時にソーセージついてたら食べるっていうことはあるんだけど、基本的には食べない。ソーセージ大好きなんだけどね、ソーセージは大好き、本当に大好きなんだけど、やっぱちょっと脂質とかが多いものがあるじゃないですか。だから食べないことがいい。あ、魚肉ソーセージはたまに食べるんだけどね。本当にもうあのシャウエッセンとかみたいな感じのやつは食べないようにしてる。そう、加工肉をほとんど食べない。あーでも加工、あれ加工肉っていうのか。サラダチキンはたまに食べるんだけど、やっぱ脂質がさ多いからちょっと気にしたいなとか、脂質取るんだったらなんか魚とかオリーブオイルで取りたいタイプだからちょっと気にしてるんですよ。だからほとんど食べない。マジで大好きなんだけど加工肉本当に好きなの。あのハム、ベーコン、ウインナー本当に好き、好きだけど食べないですね。魚肉ソーセージは愛媛発祥。聞いたことないそれ、マジ？調べていい？ひゃん！あ、ほんとだ。あ、でも諸説は、ちょっと待って、あ、でも本当だ。はえー、知らなかった。これはまた伊予観光大使としてはあの一つ賢くなりましたねって言おうと思ったけど、どうに書いてあるんだい。でも分からんの？どこだ？あ、でも、あ、八幡浜市なんだ。っていうせ、あの、説があるらしいですね。はえー、知らんかったわ。でも、魚肉ソーセージ、ほんと大好き。
飛べあるよ、何回も飛べ動物園行くからね。そう、朝から鯛めしは全然ありですよ。そうだから、そう、もう基本的に加工肉を食べないようにしてるの。マジで大好きなんだけどね。まあでもあれかな、もう私のさ、もう食事ルーティーンが決まっちゃってるから、もうそれが揺るぐことがほとんどないんですよ。朝はバナナ、野菜、納豆、まあ、たまに豆腐、まあ、あの野菜に豆腐入れるやつなんだけど、で目玉焼きのせご飯、お昼魚、夜は鶏胸かささみっていうルーティーンが決まっちゃってるからさ、もうそこに加工肉が入らないんですよ。そう、でも加工肉は大好きなの。冷凍してる加工肉ね、あるからね、早く食べないといけないんだけど。そう、やっぱ加工肉ね、脂質多いからなるべく食べないようにしてる。マジで大好きなんだけどね。何回言うねんって話ですよね。ソーセージ食べたいな。もう美味しいもん、あれも本当に美味しい。うん、もんな本当にさ、めっちゃ好きなもんはもう最近ほとんど食べてないですね。そうだから、はい、あ、それこそさ、なんて言うんだろうか、まあソーセージとかもそうですし、食パンも食べてないし、基本的には。そう、私好きな、本当に好きなものほど、いや、あの全然さ、あの好きなものも全然食べるんだけど、本当に好きな、小さい頃から好きなものほど食べる頻度少ないタイプの人間。そう、マジでそうですね。まあ、でも基本的にさ、なんだろうか、まあお魚も好きにはなりましたし、全然いいんだけどね。まあでも結構その好きが、まあ美味しいから好きっていうのもあるけど、健康だから好きですみたいなのも結構でかいかもしれない。うん、だって私昔は、ね、ブリなんて苦手だったから、すごく。まあ鮭だけは得意だったけど、基本的に魚全般苦手だったから、全然もう魚食べたくないみたいな感じだったので、夜魚だとテンション下がるしっていう感じだったんです。まあ今も夜は魚よりお肉の方がテンション上がるんだけどね、ぶっちゃけ。なんかお昼に魚食べたいなっていう気分だから。でも今はもう焼き魚大好きですし、お刺身も大好きですし、まあお刺身は健康云々よりも普通に美味しくてね、好きになったっていうのもあるんだけど。そうだからね、本当にね、はい、ああ私魚か肉って言われたら肉です。あのそう、肉派です、ぶっちゃけ。あの何もあのなんかもう考えなくていいんだったら、魚と肉どっちって言われたら肉って答える。それは変わんない気がする。そう、お母さんのハンバーグが大好きってだよね。そうなんですよ。ただまあもうここ2年ぐらい食べてないからさ、っていうのももう私自分でさ準備しちゃうから、ご飯を、もう誰かのご飯を食べることがほとんどないからさ。そうそうそう、だから全然食べてない。ハンバーグ好きなんだよな。でもお母さんのハンバーグが一番好きですね。でもいろいろあるよ、あのこのこれだったら、この部門だったらこれが一番好きみたいな結構多くて、あのそれこそドーナツなんかは本当に私のことをもう本当生まれた時から知ってくださってる方がいらっしゃるんですよ。なんて言えばいいんだろう、血はつながってないんだけど、もう本当に親戚みたいな気持ちの方がいらっしゃるんですよ。そう、なんて説明したらいいのか、ちょっといろいろ説明しようってなるといろんな、あんまり話したくないプライベートのことも関わってくるので言わないんだけど、そう、別になんか悪いことがあったとか全くそんなんじゃないんですけど、の方のドーナツがマジで好き。ドーナツ界の中ではその方が作ってくださるドーナツが一番好きですね。はい、まあ
まあ、思い出補正じゃないけど、まあそれもねあるとは思うんだけど。でも言うてそれぐらいかもしれないけどね。そう、まあ、あとはお姉ちゃんが作ってくれたアッシェパルマンティエっていうフランス料理があるんですけど、それがマジで大好き。でもお店で食べたことないからさ、まあ、アッシェパルマンティエを好きな料理って言えるかどうかちょっと微妙なんだけど、お姉ちゃんが作ってくれたアッシェパルマンティエが大好きですね。なぜこの話になったんだっけって思ったら、あれか、めちゃ飛んで飛んで飛んで、あれね、決起会からこの話になったんだね。こんばんは、初見さんありがとうございます。そういえば探偵物語のグッズってそろそろ発表されててもいい頃だと思うんだけど、どうなんだろうか。どうなんだろう。発表されてないっぽいな。いつ発表されるかな。もうちょっと夜遅くなりそうだな。まあグッズもねいろいろあるので、皆さんぜひゲットしてください。あと何の話ができるだろうかね。どうだろうか。何の話があとできるかな。初訪問の方ありがとうございます。1年前と変わったなと思うこと、1年前が思い出せない。あーでもいっぱい変わったよ。まあ AKB 卒業したし、まあ、舞台メインになったし、まあそこかな。
はい、そこかも。無性に髪をバッサリ切りたくなることはないですね。多分髪切りたいなって思うことはないと思います。ごめんなさい。いや別に期待してるわけじゃないと思うけど、まあなんかやるとしてもなんかウィッグで被るぐらいがいいかも。うん。絶対に短くはしたくないね。基本的に、はい。1年前に初めて見た時はボーイッシュな感じに見えます。マジ？うわ、そんなイメージマジでない。うわ、マジで？なんでなんだろう。そんな1年前ボイッシュの格好してましたっけ私。すっぴんだったからかな。すっぴん T シャツだったからかな。わかんないよ。どうなんだろう。いや舞台だって1年前の6月、あ今5月か、だって1年前の5月なんて何もなかったから、特に何もないはず何もなかったから特に何もないってどういうこと。え、何見てボイッシュって思ってくれたんだろう。教えてほしいな、気になる。タイガースファンなのバレたから。いや私別にタイガースのファンじゃないよ。あ、私がじゃなくて。全然わかんない。待って、それ早く言ってよ。めっちゃ嬉しいんだけど。私そうイケメンって言われるの、イケメン、別にイケメンではないか。でもなんかまああんまり言われないから、なんかかっこいいとか、なんかそういう風に言ってくださるのすごい好きなんですよほとんど言われないから、普段、そう普段ほとんど言われないから。何マジ嬉しい、めっちゃ。そっか、でもどこ見て、どこ見てっていうか書いてくれたけど、そっか、初めて言われたな。まあ、結構私なんかお嬢様っぽいって言われることにですよ。まあそういう格好してる、してたからだと思うんだけど。いや別にね、お嬢様っぽいっていうのが嫌なわけじゃないんだけど、だから実際全くそんなことない。服だけだから、そんなの。そうそうそうね。あーでもあれかな、ミニスカートよく履くようになりました。そう、あの私最近は気合い入れてお出かけするときは大体ミニスカートです。そう、あれまあそうですね、1年前ぐらい、1年前とだいぶ変わったところ。なんか結構インスタでね、ミニスカ珍しいねみたいな感じで言うけど、そっか珍しいか確かにって思って。私もう最近ずっとミニスカ、嘘だ、気合い入れる時だけミニスカだから。そうそう、いやそりゃあるでしょうよ、だってインスタに載せてるんだもん。
そうなんか珍しいねみたいなよく言われるんだけど、まあなんか普段さ、なんて言うんだろうな、なんだ、あんまりなんか、まあ、舞台見に行く時とかにミニスカすることはあんまないんだけど、友達と遊びに行く時に結構気合い入れて可愛くおしゃれしたいなっていう時は結構ミニスカを履きますね。ごめん今言っちゃった、友達とお出かけする時って言っちゃったからごめんなさい。なんか振っちゃった、なんか振っちゃったよ私。そうですね、なんかあんまり、まあ、そう友達と本当遊びに行く時ぐらいですね。そう、まあその流れでいくとあれだね、その探偵物語のあの先行販売だったかな、あのブロマイド付きのやつの写真もお楽しみに、はい、初見さんありがとうございます、こんばんは。スーザンって呼ばれてるの、まあ、大体そうですね、スーザンって呼ばれてますね。あ、別にキャストさん全員にとかじゃないけど、まあ演出の方には大体ずっとスーザンって呼ばれますね。まあそりゃそっか、私スーザンだから。なんでスーザンなの？探偵物語でスーザン・カーマイケル役だからです、それだけ。あるじゃん、あるじゃんじゃないね、ごめんね、あるじゃんではない、あの結構ね、まあ現場にもよるんだけど、その人のことを役名で呼ぶか、まあ、本名じゃないな、お名前で呼ぶか役名で呼ぶかってほんと人それぞれですもん。でも私はあんまり役名で呼ぶことはそう多くないかな、でもあんまり名前を呼ばないことが多いですね。近くに行って話しかけるっていうことが多いから、あんまり役名で呼ばないや、そう、役名じゃない、名前を呼ばない、私はそっちかもしれない。そう、なんか意外となんか SNS で投稿するときに初めて名前書いたなみたいな、割とあるんだよね。そうそう、そうね、あんまり人の名前呼ぶことないんだよね。うん、
期間中に役名で呼んでて終演後になんて呼んだらいいかわからないってよく聞きます。あー確かに。とかなんか私たまになんかこの人とは役柄的にも結構仲良くなりたいんだよなとかっていう人になんて呼んだらいいんですかって聞くこと多いんだけど、あのタイミング逃したらどうしようどうしようってなって結局あんま呼べないってこと多いです。名字にさん付けとかになっちゃう。割と早い段階でなんて呼べばいいですかって聞けたらいいんだけどね。そうなかなか聞けなくてその先延ばしにしてることもたまにある。そうハツホーマンの方ありがとうございます。ちょっと一瞬ごめんね。ただいま。うん、初見さんありがとうございます。あと何話せるかな、なんかあるかね、なんだろう。スーザンに関する話なんかできるかな。まあね、本当に今回また役どころがね、なんかこれまでと全然違う感じだからさ、あんまりたくさんは話せないんだけどね。まあ、一応まあ映画にもなってる作品、映画にもなってるっていうか、まあ映画見たことある方とかいらっしゃったら、まあどういう話なんかは知っとると思うんやけど、
目をポリポリ。まあ記事にはアーサーに思いを寄せ守ろうと必死な宿ぞ待って噛んだ。アーサーに思いを寄せ守ろうと必死な宿女です。あの設定的にはそうで、ちなみにそのアーサーは出来心により横領事件を起こしてしまった青年です。はい、これがアーサーです。そんなアーサーに思いを寄せて守ろうとする、すっごい必死に守る。いや本当にね、何もさ、まだその舞台始まってないから、まああの映画自体はあるからさ、同じ内容知ってる方とかもいらっしゃると思うんだけど、あんまり中身をそんなに言わないように頑張るんだけど、本当になんか今現時点で言えるのは、すっごいなんかそのスーザンって本当にもうアーサーのことをすごく思ってるんですよ。どんなことになってもアーサーのことを思ってる。そう、いや本当になんでここまで、いや言い方がめっちゃ悪いんだけど、どうしてここまでできるんだろうって、いい意味でね。なんか本当に私もびっくりするぐらいにめちゃめちゃ一途だし、本当にすごいのよスーザン、尊敬してる。ちょ今笑っちゃったからなんかバカにしてるみたいになっちゃった。本当にそんなんじゃないんですけど、本当にすげえなみたいな。そう、なんかそうここまで信じられるってなかなかできないからさ、そう私だったらもうすぐ信じられなくなっちゃうと思うからね。そうだから本当にすごいなって思って、いやーすごい、本当にすごい、マジですごいなって思うの。そうなんか私自身はなんか本当に人のためにめっちゃ必死になれたことってないから、あんまりはないから、その特定の人に向けてね、そうなんかそう特定の人に向けてあのなんかそこまで必死になれるってことがないから、あんまりなんかすごいな、本当に素敵だなって思いますね、めちゃめちゃ。そうでもやっぱそれほど自分が今まで見てきたものとかを、もう舞台終わった人みたいな話、舞台終わった話し方してる、めっちゃ今もうあの舞台終わって振り返りの話し方しちゃってるけど、でも本当にそれぐらい自分が今まで見てきたもの、今までしてきたアーサーを本当にもう強く信じてるからっていうのはでかいんだろうなって思ってるの。舞台もう舞台終わったみたいな話し方しちゃってるけど、でも本当にそれぐらいめちゃめちゃすごい心の持ち主だなって思うんですよ。いやすげえなって思う。そうでなんか最近ふと思いますね、毎日思ってる、いや本当スーザンってすごいよなみたいな。そうそう、そんな子です、スーザンは。はい、うんうんって言っちゃった。いや私には合ってるかって言われたら、いや合ってない、合ってないとかじゃないな、でも全く、あ私だとか思ったことない、私そこまで、あなんか別に本当なんか変な意味とかじゃなくて、本当にその人のことを
どんなことがあっても信じてるって思えるぐらいに人を信じて、その人のために、特定の人ねのためになんかしたことってほとんどないから、あんまりね、なんかもうすごいあなたのこと信じてたのにみたいな、信じてたのに裏切られましたみたいなことがあんまりないからだとは思うんだけどね。そうそう、そう、だから本当になんかすごい本当素敵な女性だなみたいなことはすごく思った。まだ本番始まってないですけど、スーザンのイメージはそんな感じかな。はい、あんまり私生活でスーザンによることはなかったけど、でも整体行った時に背筋伸びましたって言われました。あ、それはスーザン影響あるかもしんないって思って、ありがとうございますって言ったんですけど、そう、私あの普通にあの姿勢悪いからさ、なんか背筋伸びた感じしますねって言われて、本当ですかみたいな、嬉しいってなりますね。そう、本当スーザンは芯の強さがえげつない、はい、です。いやでもやっぱ淑女なんで、やっぱ姿勢は良くないとダメだなって思って、さすがにね、そう、猫背とかだったらやばいよ淑女。せめてね、あのせめて外見だけでも、外見っていうかせめてね、外面だけでもね、うん、そう、せめてせめてね、せめて。これ以上言うとまたね、もう不安だとかになっちゃうから言わないけど、はい、言わない。いや、本当にね、でも本当に作品はめっちゃ面白いんですよ。なんか特にあすごいなって思うのが、まあ、今回、まあ、ニューヨークの警察署の話、まあ、21文書っていうところなんだけど、まあ警察の話なんですよ。で、まあ刑事がいっぱい出てくるんだけど、なんて言うんだろう、その刑事の日常、まあツイッターにもこれは書いたんだけど、まあ日常って言っても、まあ、いわゆる仕事ぶりっていうのがなんかめちゃめちゃよくって、まあその中でさ、そのまあいわゆる今回の探偵物語の、まあ、主人公ともなる、主人公っていうか主軸、軸になるマクラウドっていう刑事がいるんですけど、に起こるちょっとまあ異変じゃないけどさ、そのまあ日常の中でなんかじわじわとちょっと非日常なことが重なってっていう、本当にそれがいいなって思ってて、刑事たちの言い方がすごくいいんですよ。それを皆さんに見ていただきたい、本当に。そう、探偵物語って言うけど探偵は一人も出てきません。はい、探偵は一人も出てこないのよ。そう、もう刑事の話なんで、
結構なんか見終わった後に、いや自分的にはこうなんだよねみたいな、結構なんか話で盛り上がりそうな気もするんだよね。そうそう、なんかね、別に推理ものとかでも全くないんですよ。推理ものではないよね。そうそうそう、本当になんか、本当に今まで私が出演させていただいたものとは全く違う感じなので、まあ、ぜひね一回なんか、あこういうのもあるんだって、あんま舞台慣れてない方とか、まあ舞台慣れてないっていうか、まあ何回かるんちゃんが出てる舞台見に行ったことあるよとかいう方にぜひ見ていただけたらいいなってちょっと思いますね。そう、本当私も初めてのストレートなので さすがこの気持ちはもう明日まで取っておこう。もう本当に不安になったらもう誰かに言おうそう、不安になったらとか言っちゃったけど、あでもそのまあ舞台見終わった後に一つなんか話に絶対出ると思うのは、まあ今回の主役っていうか、まあ主軸になるマクラウド刑事っていうのがいるんですけど、一応これ記事にはさ、正義感の塊といえば聞こえはいいが犯罪者を心底心の底から憎み、いかなる理由があろうとも少しの猶予も与えない非情な男っていう説明があるんですよ。だからまあ今回その舞台を見終わったら、マクラウドどう思ったみたいな、なんかっていう話には絶対なると思うんだよね。そのマクラウド自身、マクラウドっていう人間をどう思ったかっていう話は絶対出ると思うんだよね。うん、そう、まあ、ちなみにこのスーザンの思い人のアーサーの出来心っていうか、まあそれはなんかね、結構スーザンにとってはまあまあきつい理由なんですよね結構きつい理由がきつい。まあ、それは何でかは探偵物語内容知らないっていう方はぜひそれはちょっと楽しみにしていただいて、結構辛い、理由が結構辛いです。はい、ちなみにこれユニバで買ったやつ。まあ、でも本当に今回その立たせていただく俳優座劇場っていうのがもう閉館が決まっちゃってるので、まあこうやってね携われるじゃない、舞台に立たせていただけるっていうのはめちゃめちゃ嬉しいですね。本当に
でもだからその分なんか、あーダメダメ、この思いは明日に持っていこう。な、本当に良くない、本当に良くない、せめて。しょうがないんですよね。でもなんかもうね、ダメ、本当にダメだからこの思いやめとこう。うん、どうもありがとうございます。今回すごいんですよね、キャスト27名いらっしゃるんですよ。めっちゃ多いよね。めっちゃ多いよねって言ったけど、私の中では結構多いなって思うんですけど、どうですか皆さん。ここまで大所帯なのも初めて。大所帯っていうか20人超えてるのは、え、20人超えてるのは初めてだっけ。オーバースマイル何人だっけ。でも結構本当に人数多いからね、今回すごいです。本当に舞台何回か見に行ったことあるよっていう方とかはぜひ来てほしいなって思いますね。お時間あれば本当に見に来ていただきたいです。うんってすごく思ってるの、すごく思ってんの。お時間ある方は本当に見に行けそうっていう方はもうぜひ見に来ていただきたいなって思うのよね。そう、ごめんね、充電が 20% になっちゃった。まあ、ただいまね、当日引き換え券販売しておりますので、カンフェティさんの方で本当にぜひ見に来ていただきたいんですよ。うん、土曜は18時からです。まだあれかね、
グッズ情報は出てないのかしらね。出てないね。いつ出るかな。18時から20時ぐらいですか。まあそうですね、そのぐらいになるかな。うんうん、あんまりそうね、上演時間が発表されてないけど言っていいのかな。でもそのぐらいですですって言ってて、そう、時間的にはそこまですっごいめっちゃ長みたいな感じではないと思うんだよね。まあそれは本当人によるからさ、まあ舞台の中だとなのかな。うん、皆さんぜひご都合の合う方ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。じゃあ今日はねここら辺で終わりにしたいと思いますので、じゃあランキングを読んで終わるね。13位から13位、マーモットちゃん。12位大粒ちゃん。11位川端慎二さん。10位ディスクさん。9位飯田裕之さん。8位ダブル流星さん。7位アルデッキーノさん。6位プレジョンさん。5位夏目さん。4位カラスのカーコさん。3位ママさん。2位玉国さん。1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。それじゃあまた次の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。